無職独身50代トマス、本日もよろしくお願いいたします。かなり暖かくなりましたね。福岡15度でしたね。すごい暖かいですね。もう本当に春ですよ、春。で、今日はですね、午前中からいろいろ回って、今はですね、5時過ぎなんですけど、まあ結構明るいですよね。で、5時過ぎなんですけれども、外ずっといましたね。本当に。まあ、ニコと一緒に、ニコちょっと待っちゃったんで、かわいそうなんですけど、今日は朝からあれですね、夢タウン、福岡に行ってました。久々行ったんですけれども、平日にもかかわらず、すごく、車が多かったですね。車が止まってましたね。で、平面駐車場を止められずに立体駐車場行ったぐらいですから、すごい車だなと思いました。ただ店の中はそんなに少なかったので、ただ車止めてるだけの方も多かったですね。で、サボリーマンめちゃめちゃ多かったです。サボリーマン。車の中で寝てるサラリーマン何人もいましたね。それで、私某製薬会社の人もいましたね。車の中ちょっと覗いちゃって、そしたら、あーっと思って、声かけたかったんですけれども、かけなかったですね。今もうサラリーマンの方ってテレワーク続いてはないんですね、やっぱりね。もう外で営業されてますね、営業マンはね。だからまあ大変だなと思いつつも、サボってる時間、私もいっぱいありましたから、このサボリーマンの方々、もし見られてたら、その寝てる時間は、今考えたらですよ、私みたいな立場になったらすごい貴重な時間なんですよね。ですから、その時間を勉強に当てたり、それで、あと本を読んだり、そういう時間に当てるべきだと思いますね。私、サボってる時間も半分は、まあ、資格試験の勉強だとか、実はしてたんですよ。で、残りの半分は、カーッと寝たり、ゲームしたり、電話したりしてましたけど、で結構、そういう時間って今考えたらもったいなくて、サボってる時間があれば、きちっと勉強しておけば、自分も今違う人間なんだろうなって、いうふうに思うので、もうぜひですね、今サボリーマンの方々、サボってる時間はぜひ勉強に当ててほしいと思います。それでですね、それはまあいいんですけど、今日、夢タウン行ったのは、実はですね、福岡に 3COINS っていう店があるんですよ。300円ショップ。で、どうしてもですね、この 3COINS っていう店に行ってみたかったんですよね。インターネット見る限りは、すごいおしゃれな店なんですよ。で、私、おしゃれ似合わないんですけれども、ちょっと行ってみるかっていうことで行ってみました。まあ、残念ながらですね、夢タウン、博多にあった、この 3COINS の店は、3COINS プラスということで、大型店は大型店ですけれども、まあ、ダイソーの大型店に比べたら、4分の1から5分の1ぐらいの規模ですから、品揃えはそんななかったんですよ。ただ、やはり、品物は結構センスのあるものばかりでしたので、今後ちょっと私行こうかなと思ってます。で、私今日買ったのは、まあ、3COINS で、まあ、欲しいものがあんまりなかったので、この A4 サイズのボックスですね。このボックスだけ買いました。で、これ、ダイソーの、これ300円ですよ。税込みで330円ですね。で、ダイソーのボックスは、これちょっと一回り大きいやつですけれども、400円。蓋がついてるから400円なんですよね。これ、一回り動くって、蓋がついてなかったら300円なんですけれども、まあ、税込みで330円か440円ということですけれども、このダイソーのボックスと比べましたら、やっぱりですね、この 3COINS、すごいセンスありますね。私そう思いました。それでこれ必要ないのについつい買っちゃいましたね。本当はこれ買いに行こうと思ったんですけれども、夢タウンにもダイソーありますから、ただ3COINSどうしても見たくて、見たらついついこれも買っちゃいましたね。で、あとはもう今日は忙しく回ってましたから、コストコも行ってるんですよ。今ここ久山町っていうところで、ダイソーとコストコがあるんですけれども、コストコも行ってきましたね。コストコやっぱりですね、安いものはですね、かなり安いです。ただ気をつけないと、ドンキホーテだとか、トライアルで買った方が安いっていう商品もあるんですよね。私、セコインで全部調べてるんですけれども、今日はですね、この大型商品買いました。このコンテナですね、コンテナボックス。90リットル入る、すごく大きなものなんですけれども、これはちょっとキャンピングカーの後ろに積んで、結構ごちゃごちゃしてて、今いろいろ整理してるんですよ。だから、そのトランクをきれいにしようと思って買いましたね。もう小物いっぱいここに置いて、もう見た目できれいな感じにするっていうのを心がけてますから、そういう風にしようかなと思ってます。まあ今日は本当にいろいろ回って楽しかったんですけれども、それとあとあれですよ。サボリーマンで思い出しましたけれども、昨日だったかな、たまたまネットを見てましたら、今ですね、結構やはり週休3日とか、週休4日の会社、多いらしいですね。多いってそこまで多くはないんですけれども、2020年ぐらいから導入してるみたいですよね。で、週休3日の会社に関してはユニクロだとか、日本 IBM だとか、あとケンタッキーフライドチキンですか。そういったところが導入してまして、で、これ面白いなと思ったのが、週休3日を選択しても、週休2日を選択しても、労働時間の週のトータルは同じ40時間なんですよね。ユニクロの場合ですけれども、週休3日を選択した方は、結局1週間のうち3日休みますから4日間働くわけですよね。だから1日10時間らしいんですよ。で、10×4 日で40時間労働ということですけれども、週休2日の方、通常通りの方は5日間働きますよね。こういう方は8時間労働らしいんですよね。で、8×5 日間ですから40ですよね。結局、週休3日でも週休4日でも、労働時間が変わらず、で、給料も変わらないっていう形らしいんですよね。それすごくいい制度ですよね。私でしたら週休3日間違いなく選択しますね。あと、週休4日の会社も、いろいろ見てたんですけれども、みずほフィナンシャルグループ、こちらも、選択制ですけれども、週休4日、選択できるみたいですよね。これも画期的ですよね。週休4日ですよ。1週間のうち4日休んで3日働くんですよ。これってすごいなと思いました。ただ一つ言えるのが、給料が6割らしいんですよ。4割減の給料は6割になるらしいんですけれども、私はですね、もし、みずほフィナンシャルグループに勤務してたとしたらですよ、難しい会社ですから勤務できませんけれども、当然。もししてたら週休4日選択しますね。1週間のうち3日働いて4日休めるっていうことは、これストレスかなり解消できますし、自分の趣味がすごくできますよね。趣味に集中できますよね。で、趣味の幅も広がりますし、で、必然的に趣味の幅が広がれば、人間関係も広がって、退職後、会社以外の人間との付き合いも増えると思うんですよね。だから私、間違いなく週休4日、選択しますね。給料が6割になろうが、やはり、将来考えたら、間違いなく週休4日がいいと思うんですけれどもね。家族持ちの方でしたら、そういうわけにいかないと思うんですけれども、独身の私なんかは間違いなく週休4日、給料6割っていう選択すると思いますね。今日はですね、いろいろ回って、それでサボリーマンを見てたら、サボリーマンの方、私もそうだったなと思いつつも、無駄な時間、それはもう間違いなくサボってる時間、寝てる時間、無駄な時間になるので、ぜひ勉強していろんな資格を取ってほしいなっていうふうにちょっと思ったので動画を撮らせて、いただきました。人のこと言えないですけどね。で、私も当時は、サボってる時間は寝てましたから、で、無職になって、やっぱり気づくんですよね。もったいない時間だったなっていう風に。人生豊かにするためにも、時間っていうのは本当に貴重だったなと思いました。それでちょっと動画を撮らせていただきました。本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。二十独身、50代、ともです。失礼します。ともでした。でしたね。失礼します。